10月13日、韓国国際アートフェア、KIAF 2021のオープニングで、VVIP のプレビューイベントに参加しているのが目撃されました。後に、テテは、パラダイスグループの文化基金の社長である、チェ・ユンジョン氏と同行したことが明らかになりました。チェ・ユンジョン氏は、パラダイスグループのフィリップ・ジョン社長の夫人でもあります。そのお娘さんも、テテと一緒にイベントで登場しました。ある人が、3人の姿を目撃しました。その後、SNS で、テテとフィリップ・ジョン社長の夫人の写真を投稿しました。すると、アーミーの中に、物議を醸しています。その理由は、何でしょう？一緒に見ていきましょう。前日、多くのネチズンが、グイガイベント、韓国国際アートフェア、韓国国際アートフェア KIAF 2021のオープニング VVIP プレビューに参加したことを発見しました。その後、多くの情報筋は、テテがパラダイスグループの取締役会会長である、チェ・ユンジョン、パラダイスグループのフィリップ・ジョン社長の夫人でもあるが、このイベントに同行したと報じられています。社長の娘も、テテと会長と一緒にイベントに出席しました。ネット民は、グイがよく着用するブレスレットは、実際には、パラダイスグループの社長の娘が立ち上げたブランドからのものであると、推測し続けています。しかし、多くの公開フォーラムで、噂が急速に広まり始めた時、ハイブ事務所の代表は、その噂が完全に真実ではないことを公式に否定しました。ちなみに、パラダイスグループは、ホテルとリゾートのチェーン、パラダイスシティで、最もよく知られている、韓国の企業です。実は、テテが、韓国国際アートフェアに出席した理由は、自民ですから。自民に関するアートワークは、現在、ソウルで開催されている、韓国最大の国際アートフェアに展示されています。この肖像画や、その他の作品は、ワイヤーをねじって、骨のフレームに貼り付けることで作られていることが知られています。自民の肖像画は、マリリン・モンローや、ガンジーなどの世界的に象徴的な人物のアーティスト、キム・ヨンジンの一連の作品の一つです。今日10月13日の、自民の誕生日ですから、テテがこのアートフェアに行って自民誕生日おめでとうというメッセージを残しました。ちなみにこの匂わせの情報について多くのアーミーが知りません。この件についてみんなさんはどう考えますか？ぜひコメント欄で教えてください。最後までご覧いただきありがとう。